ライジョンズの質問コーナーということで、ね、今日もやっていきたいと思います。はい、早速質問読み上げていきましょう。20章チャレンジで使っていたウォールブレイカーデッキの立ち回りを教えてほしいですと言われたんですけど、僕いやーこのね教えてくださいって言われてね、素直に僕やっぱ天軟弱なんで、あの素直にはいそうです教えますとは言えないんですけどね、もしももしもですよ、知りたいのであれば、この動画なんとディガーウォールブレイカー公開点20章達成した動画になってます。はい、ということでね、このディガーウォールブレイカー20章チャレンジでね、超流行っているデッキに対しての立ち回りをなんとしかも無料で解説してます。はい、なんでね、でしかもですよ、得点このクラロワ内全てのねプレイヤーから、もうブラジルからもうイギリスまでね、全てのもう日本のプレイヤーのですね情報を抜いて、しかも世界中のデッキの中で20勝チャレンジクリアしたデッキの中で勝率トップ5出してます。はい、なんでね、これを見ればね、もう20勝チャレンジもうクリアしたも同然ということでね、本編どうぞ。ライジョンですので、ね、今日もやっていくんですけど、今日はね、20章チャレンジですね、について動画を撮っていきます。なんですけどね、昨日20章チャレンジこう生放送やっててね、1回15、14、18と来て20章ということでね、4回目でね、やっとね、クリアすることができました。いや、18でね、俺18勝無敗から3連敗したんですけどね、マジとんじまうかと思いましたね、本当に。で、その後にね、こう、間違えてグラチャレ入っちゃって、もう速攻でこうグラチャレ捨ててね、20章に行ったんですけど、デッキはこれです。はい、ディガーウォールブレイカー。ですね。なんですけどね、このデッキ結構俺が昨日出した動画でね、こんなに流行ると思わなかったんですけど、なんか20勝の履歴でめっちゃこれがあったんで、俺もね、使ったらね、18勝無敗まで行って3連敗して、で、その次に20勝できたのは、まあ、2回ですね。2回でクリアすることができました。はい、ということでね、1回目は俺ババゴヤスキラで、2回目はバルーンでやったんですけど、なかなかね、勝てずといったところで、ね、こっからね、今、1日経ったところなんですけど、20勝デッキ自体のね、こう、勝率が出てるので、そこでね、見ていって、トップ5見ていこうと思います。はい、なんですけど、これはね、ロワイヤルアピっていうサイトで、こう、クラロワのね、いろいろな情報が見れるサイトなんですけどね、これ6位か。で7位にババゴヤスキラがいるんですよ。そう。で、6位にこうラバルがいて、みたいな感じでね。で、5位、この、あれですね。ロイジャイ。まあ、昨日俺が紹介したロイジャイですね。ロイジャイがなんと5位ということで、まあ、勝率で 72% ですね。はい。で、結構、まあ、1300回近く使われていて、結構なかなかに使われているんじゃないかなと思います。まあ、このデッキはね、こう、ババゴヤスキラにも強いし、っていう感じですね。あとはまあ結構こう、スケコウモリ、ヒースピなんで、こう、相性とかもね、回転で覆せるような、まあデッキになってますね。はい。まあ万能って感じですね。4位。4位が昨日俺が使ったデッキ。まあこれがね、思ったより良かったんですよ。そう、だから、俺も結構こう、なんか、強いんかと思って使ってみたんですけどね。そう。まあ、強かったですね、本当に。で、何が強いかって、こう、ロイジャイにも勝てる。で、まず、ババゴヤスキャラに勝てる。で、ババゴヤスキャラが多分回数で言うとね、めっちゃ多いんですよ。ほら、見てください。7位なのにもかかわらず、4500回近く使われてるんですね。他の公的に比べて圧倒的じゃないですか。だから、量で言えばババゴヤスキャラが多いんですよ。ただ、こう、やっぱり、ババゴヤスキャラに対して強いデッキが流行って、こう、勝率がね、上がってる印象があるので、まあ、そんなところでですね、このディガーウォールブレイカーですね、が流行っていました。はい。ってことでね、4位ですね。まあ、俺がクリアしたのこれなんで、ね、ぜひね、この後、リプ解説とかするのもこのデッキなんでね、それを見て使いたいなと思ったらね、使ってみてください。で、3位が、はい、クロスですね、クロス。で、これも1000回も使われてないぐらいなんですが、まあ、やっぱ難しいんだよね、クロスは。なんですけど、やっぱりスケラに強い。アーチャーがいるね。アーチャーめちゃくちゃスケラに強いんで、アーチャーがいて、こう、スケラに強いクロス。うん、遅延テスラクロスじゃなかったですね。こっちのスキラに強めの特化型クロスでしたね。はい。なんで、まあこういう細かい系にも結構勝てるし、みたいな感じでね、結構まあ万能、これも。まあただロイジャイとかには弱いんですけど、まあ、そんなにいなかったかな。ロイジャイとジャイが。そんなにいなかった気がします。はい。ということで、いきます。2位。はい。で、これ結構使われてます。1700回。なんですけど、ラバルですね。ラバル。うん。で、6位ぐらいにいたラバルとは何が違うのってね。思う人いると思うんですけど、あれはね、確か墓石とかあったんですよ。そう、墓石。で、これは、施設なしのババの、インドラ、あれですね。スケドラ。うん。で、これは、ババゴヤスキャラに強いんです。そう。ババゴヤスキャラに強くて、まあ、クロスには弱いんですけど、クロスがね、ちょっと少なかった。まあ、これ回数見ればわかると思うんですけど、クロスが少ないです。はい。で、ディガーウォールブレイカーの、これにはちょっと強いぐらい。このデリバリー型にはちょっと強いぐらいで、ウッド型にはめっぽう強いですね。うん、だから雪玉とか、ウッド、とかのやつには結構強いんで、なんかね、結構こいつが流行ってました。はい。ってことで、1位、んーじゃんと。はい、バルーン。もうこれはね、俺が昨日紹介したやつですよ。バルーン。
なんですけど、まあ、回数で言うとめっちゃ少ないです。まあ、難しいんでね、680回なんですけど、まあ、勝率がね、こう、もう本当に 76% ということでね、そう、4回やって3回勝てるみたいな。もう全プレイヤーが出るんですからね。全プレイヤーがやって4回やって3回勝てる。まあ、ちょっと釣り合わないんですけど、20勝まで届かないなって感じなんですけど。まあまあ、そんな感じでね、このデッキが1位になりました。ただ、このデッキはなんでかっていうと、まあ、クロスとかにもワンチャン勝てるし、まあ、やっぱ万能ですね。そう、ロイジャイとかにも、さっき紹介したロイジャイスキャラ、まあ、あと、このラバですね。ラバには結構強そうですね。うん。だし、まあそんな感じですね。あと、ウォールブレイカーとかにもやっぱ、サンスペなんで、うん。そこら辺にも強いんで、まあ万能っちゃ万能かなっていう感じがしますね。なんで、まあ1位になったのかな。ただ、一番回数が、俺が今紹介したデッキの中で一番回数が少ないので、使ってる人は少ないです。なんで、これをメダルとか言う必要はない。うん。あんまりこれ中心では、やっぱりこの回数がズバ抜けてた、でもそうなるとは思ってたんですけどね。この4500回。使われてるババゴヤスキャラですね。まあ勝率7位なんですけど、それで。まあ言うて 70% でも高いんですけどね。高いんですけど、まあやっぱりこう、回数が圧倒的なんで、これを中心に環境は回ってる。だからこれの上にいるデッキって大体ババゴヤスキャラにこう勝てるデッキなんですよ。うん。なんで、まあそれを中心にね、なんで、回る人は強いデッキとは別に多いデッキはババゴヤスキャラなので、こう、これに強いデッキを自分で、もしこのね、6個以外のデッキで戦うなら自分で考えてね、やっていけば、ちょっとね、上の方に行けるんじゃないかと。ああいうことでね、さて、リップ解説の方をしていきます。なんですけど、このね、20勝チャレンジ一つコツがあってですね、今回、めちゃくちゃ前回とね、違うところが一つだけあるんですよ。そう、何かって、500万でもらえるところかって、ちゃ、そんな、お金の話僕はしません。もうそんなことはね、焼き鳥に任せてね、僕がしたいのはね、はい、見てもらえればわかるんですけど、これ、チャレンジクリアってやって、押せないですよ。そう、何かっていうとこ、言われるとね、20勝した人はね、潜れない。もう潜れないんですよ。だから俺が潜るには、サブアカとかでね、行くしかないっていうところでね。まあ、サブアカみんないっぱい持ってるんでね。まあ、結局みたいなのがあるんですけど、まあ、それでもやっぱ、この、上手い人自体のこうボス数は減るんで、やっぱ終盤あと3日だから、2日経てばよりこうチャレンジクリアしていって、まあ、人は若干かするかもしれないんですけど、上手い人が抜けていくんですね。そうなんで、エメラルドもないし、課金もできないよっていう人は、この、無料でできるのはね、3回までなんで、こう、まだあと1回残ってるとか2回残ってるって人は、あと2日ぐらい待って行った方が、相手がちょっと弱くなってて、クリアしやすいんじゃないかなと思います。はい、ってことでね、まあ、これ、俺もうできないんでね、ケンちゃんがかぐらいでしか潜れないんですけど。はい、そういうことで、リップを紹介していきたいと思います。はい。で、エリゴレが結構いたんですよ。エリゴレがいて、スケライて、ラバルいてって感じなんでね。うん。で、スケラーが多かったです。はい。で、あとはラバル、これですね、さっき、まあ、これちょっと違うんですけど、スケドラじゃないんですけど、スケドラ型当たんなかったんですよね。で、あとは、これエリゴレですね。で、エリゴレ多分ね、割と処理しにくくてご利用されちゃうみたいな人が多いと思います。エリゴレも結構いたんでね、エリゴレをまず紹介していきたいと思います。まあ、これね、後で、俺が実際クリアした動画とかも上げると思って、んですけど、このね、エリゴレの処理の仕方ですね。で、意識するポイント。まず、エリゴレを最速で溶かす。エリゴレですね。紅葉を溶かそうとするばっかりに、こう、なんか、声認識がいって、そこにね、ヒーラーとかヒースピで時間を取られてしまうと、結構、処理しにくくなっちゃうんですよ。だから、こうやって適当に逆サイフって、相手このヒースピうまいんですよ。俺の5コースが1コースで抑えられて、あ、これ終わったかなと思ったんですけど。まあ、で、しかも、先にね、ちょっとボムタワー置きたかったんですけど、ね、ボムタワーが8枚目でね、置けなかったんですけど、はい、ここ。で、ポイントですね。見てください。これ、先に防衛ポイズン打ちます。で、エリゴレに対して基本的に防衛ポイズン良くないと言われているんですけれども、俺は打ちます。なんでかっていうと、このね、ウッド型だったら打たない方がいいんですよ。絶対に。なんですけど、なんでウッド型じゃなかったら打った方がいいのか、デリバリーなんですよ。で、この、ライドラっていうカードですね。ポイズンデリバリーで死にます。はい。なんでね、今ね、もうデリバリーのエリクサーなくて、デリバリー出せなかったんですけど、ポイズンとデリバリーを、出すことによって相手は死にます。なんで、ライドラさえ消せればいいんですよ。だいたいエリゴレは。で、エリゴレはボムタワーに溶かしてもらえるので、ライドラを消すことを再意識して、そう、再意識ですね、再意識。してやればめっちゃいいですね。まあ、コアトルネタルとかでね、処理されるんですけど、まあ、そんな感じですね。はい。相手もめちゃくちゃうまかったんですけど、ここですね、本当になんだろうな。で、ライドラが残らないようにと、あとヒーラーを殴らせないようにする。エリゴレの防衛の時に俺見てほしいんですけど、あんまりその、ボムタワー以外にリクカード出してないんですよ。だから、ヒーラー出してないとどうなるかって言われると、ヒーラーがボムタワーに到達するまでに、こう、殴らない、何も殴らないんで、
あの相手がトルネでね手前に引き寄せたりして無理やりねヒーラーで殴ることもできないんですよね。そう、施設しかないから。なんでそうやることによってこの相手がねライドラが回復しないから絶対に攻撃が処理できる。でしかも防衛ポイズンもしてるのとボムタを置いてるのもあってエリゴレも処理できるということで、まあ、次にね相手がここ処理したあたりからねエリゴレ展開してくるんでね、まあ見てもらえればと思うんですけど、もうこのね攻め立てる序盤に攻め立てることによってね相手の一枚一枚が重いんでこのようにねちょっと形を作る。で意識するポイントが、まあ、槍ゴブはね、最悪単体で進んでもいいんですけど、コウモリだけは絶対にこう、ナイト。コウモリの前にナイトつけるか、ディガをつけるかで、絶対にコウモリをフリーにさせないってことがね、大事になってきますね。さあさあ、こんなところでバインバインと入っていくんですけど、ここら辺エリゴリが来ます。で、ここの、処理をね、見てほしいですね。まあ、先に俺はボムタワーを多分置く、あ、逆サイ槍ゴブかな。あ、削り槍ゴブだった。で、ここですね。はい。で、ポイズンします。ポイズンして、デリバリーですね。このタイミング見てください。はい。で、今一瞬一発分回復が入っちゃったんですけどね。それでも、ライドラが処理できるということで、ライドラをね、この方法で処理すると、めちゃくちゃ簡単にエリゴレ勝てます。はい。なのでね、エリゴレに対しては絶対にこうやってください。で、俺が今、さっき下からやりゴム出したんですけど、あれ回復されちゃうんで良くないですね。このように、これ見てください。これが多分お手本ですね。で、ヒースピとかもちゃんと、こう飛ばれないように、パコと。はい。やったらまた回復してる。ダメやん全然。まあでも2発分ぐらいなら回復されてもね、あのライドラが死ぬということが今分かったので、あの2発なら回復されてもいいです。ただヒースピとかをデリバリーに飛ばされたりすると全然良くないので、そうですね、なんでヒースピだけは飛ばさないようにちゃんと 再警戒して、はい、やってくれればと思いますね。よいしょと、いう感じでね、グッドゲームです。はい。まあ、こんな感じで両サイド振って、相手が攻めてきた時だけ、ボムタワー、防衛ポイズン、デリバリーで守ってあげると、めちゃくちゃ簡単に処理できます。で、ボムタワーの下とかに槍ゴブを配置したりして、こうね、ミニゴレを溶かして、エリアド取ってカウンターし、始まりないとしてコウモリ出してみたいな。まあ、そんな感じでね、散らしてあげると結構簡単にエリゴレ勝てます。で、スキラですね、スキラ。これめちゃくちゃ流行ってるんで見た方がいいですね。まあ、このベビドラ型とスケドラ型流行ってるんですけどね、処理はね大して変わんないですね。まあ、なんならベビドラの方がうざいんで、処理スケドラ型来たらオロッキーおいや勝ちーみたいな、そんくらいでいいですね。そうで、なんでだるいかっていうと、このデリバリーでこうスケドラねパーンってやったらもう致命傷なんですよ。あと一発なんかでつついたら死ぬぐらいの体力になるんですけど、ベビドラはね半分も減らないんで、まあ、体力が多いんでね、ベビドラは火力が低いからなんでね。まあこのようにして攻めてあげてって感じですね。さあ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 、まあ序盤はこうやって相手も結構軽くはないんでね、そう持ってるカードが、なんで序盤はこのようにね攻めてあげて、まあちょっと相手のこう流れてくるユニットが多かったらね、まあ、槍ゴブとかで無理して受けずにこうちゃんとねボムタワーを置いてアンパイアンパイという感じでね、そう一回無理して受けようとするとこうエリアドが取られてる時に5コススキャラたまたま打たれた時に結構たまになんだ序盤で致命傷を食らったりするんですよ。そうなんで、まあ、割となんか、両サイドにこう、ババ3体ずつとか流れてきてたら、ちゃんと真ん中に、あれですね、こうやって置いてあげていいですね。で、やりごぶと。さあ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 。ここはどうするか、まあ、デリバリーですね。よいしょと。で、ここはベビドラを切ったんで、ディガー、コウモリかな。うん。で、からの逆サイボールブレイカーで、ちゃんとババ小屋も壊しに行きます。このババ小屋を壊しに行くことによってね、さあ、相手は一体外してるんですけど、これ結構ね、うわ、寄らないかなと思ってタワーの前にデリバリー出しがちなんですけど、絶対にこの位置は、ボールブレイカーがね、寄るんでね、相手も結構外すんですよ。そうなんで結構おすすめです。逆サイに出すこと。うん。同サイだとね、あ、絶対ババ小屋に行くわで、ババ小屋の前にデリバリー置かれちゃうんでね、逆サイに投げると、相手をこう、ちょっと、あ、どっちにしようかなってなるんで、さあ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 、と。いったところで、ここはね、このディガーウォールブレイカーの特徴、スケラにめちゃくちゃ強いんですね。そう、スケラにめっちゃ強い。なんで、ね、まあこれはデリバリーで落として、って感じですね。さあ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 と。で、ここはウォールブレイカーとかをつけていく。で、まあタルババス入ってきたから、ヤリゴブとかを多分つけるんですね。ヤリゴブナイトか。ヤリゴブナイトで攻めていって、よいしょ。って感じですね。で、ディガーからの、出てきて、コウモリかな。お、ポイズン。ポイズンで一回削りに行きます。で、コウモリで頭を押さえて、後ろ槍ゴブからの端前ナイトかな。さあさあさあ、まあこんな感じですね。こんな感じで槍ゴブを後ろに置いてあげると、相手はポイズン打ったとしてもまずニアド取れるんですよ。で、コウモリを頭に置いてあげることによって、相手はね、雪玉とかがないから、ベビドラを追加するか、
マスケの頭にポイズンを打つぐらいしかこのコウモリを消す方法がないんですね。まあマスケの頭にポイズンはさすがに来ないんで、まあ、ベビドラが来るぐらいなんですけど、まあベビドラが来たらね、落ち着いてまたデリバリーとかでまとめて処理してあげられるんで、マスケの頭とかには基本コウモリ、スケラにはあんまコウモリ当てちゃダメですね。こうやってポイズン打たれるんで、まあ、ナイトとかね、こういう感じ、後ろはコウモリで溶かす。そうで、ナイトとかでこのようにターゲット取ってあげて、後ろを溶かして、まあ防衛ポイズンですね、あと。うん、だからコウモリは基本的に後衛を溶かすのに使ってください。これを意識するとスケラにはめちゃくちゃ勝率が上がるんでね。はい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 、と。まあこれも全部あの上手い人の見た真似なんですけど、そのモルテンとか麦がそうやってたんで真似しただけなんでねそう、真似なんですけど、まあこんな感じでね、両サイド攻めてるとね、あの両サイドいい感じに許容できますといった感じでね。さあこのようにバンバンとまたなるんですよ、このように。でナイト出して、ナイトヤリゴブですね。ナイトヤリゴブとコウモリディガーっていう感じで基本的には分けていきますね。まあベビドラを割いて逆サイですね、基本的に。でマスケとか来たらポイズン打っていくって感じなんですけど、このポイズンねめっちゃ下手だったんですよ俺。見てください、なーんって感じなんですけどね。まあまあまあ、さあ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 と、これヤリゴブで、これねな、マスケ入っててくっそ焦ったんですけどね、マスケが打ってくれましたね。もうウォールブレイカーでこう押し出して投げ替えようかと思ったらね、タワーが優秀でした。だここはディガーとかでね、まあこうやっていくとやっぱね、両サイド削ってないとあのマジで削りきれんのですよね。まあまあここはポイズンで、マスケにはポイズンですね、うん、あんま小屋というよりかマスケにポイズンを徹底する感じですね。でこんな感じでコウモリをね下に出しちゃうと溺れるんでね、これ受け俺がミスっていて、端前にコウモリ出してディガーつなげて、後ろはこうデリバリーと今みたいにヤリゴブで抑えるっていうのが割と基本でしたね。うん、やっぱりコウモリは絶対スキャラに出しちゃダメですね。でここはさあ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 と、でここもいっぱいユニット出してあげて、あとはもうディガーポイズン、ディガーポイズンですね。いやここ結構危なかったんですけどね、本当にディガーコウモリポイズン、ウォールブレイカー出してヤリゴブでディガー、うーバモースといったところでね、さっきの俺のコウモリ出して溺れて、そこで一瞬で500ぐらいバコンって削られたんで、あれさえなければもっと余裕を持ってね勝ってたんですけど、まあ、ベビドラ型があとスケドラよりもきついっていうのがあって、そうですね、消しにくいんで、やっぱ相手陣地に残っちゃうんでポイズンで消えないんで、まあ、っていうのがあるんですけどね、割とこんな感じで、両サイド振ることによってまあ勝てます。はい、なのでねミスなく、で最後ラバルですね、ラバル、さあさあさあと、いう感じなんですけど、ラバル、今回結構多いですね。まあ、勝率も2位にいたんで、で、しかも、ラバルいろいろ種類があるんで、こう、勝率が2位にいたやつと6位にいたやつと、このラバルもまた違うやつなんですよ。ベビドラバージョンなんで、こう、いろんなね、種類があるにもかかわらず、一つのね、ラバルがこう、勝率2位に上がるってことは、まあ、なんか、なんだろう、固まってないのにもね、関わらずね、いってる。結構、大体のラバルが上の方にいってるんで、今回のチャレンジはやっぱ、ババゴヤスキャラにも勝てるデッキということで、ラバルが結構多い気がしますね。なんで逆に枯渇ですね、枯渇。枯渇は、ババゴヤスキラに勝てないので、やっぱり今回少なかったですね、思った通り。うん。やっぱライキジョーンズ、昨日のライキジョーンズ調べがね、割と当たっていたって感じですね。うん。さあ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 。で、ここね、結構うまいんでね、見てあげてください。で、インドラとかを、あとベビドラですね、処理するときって、二つ、普通にこう、コウモリで囲むだけってね、思う人いると思うんですけど、結構処理の仕方があって、一つはね、こう、逆サイに釣る。ただ、こうやって、端っこに寄せられていると逆サイに釣れないんですよ。そう、なんで、こう見てほしいんですけど、よいしょ。はい。で、コウモリとかでやって、こう、矢の雨とかね、ザップが来るんですよ。で、こうやって後ろに釣ってあげるんですね。ナイトで。そう、そうやってやると、もう一枚相手はね、こう、カードを裂かなきゃいけなくなっちゃうんで、なかなかね、そう。で、この間にボムターとかでね、手札回して、こうやって防衛ポイズンで抑えてあげると、割とね、もう無理やろうっていうところからね、まあ、また一発二発抑えれたりするんで、でもこういうところはデリバリーで、ディガーと一緒に、ね、パコってあげて、はい。で、ここはまあ、ウォールブレイカーからのやりゴブとかでね、手札回せれればよかったんですけど、まあ、結構食らっちゃいましたね、と。まあ、こういう逆算に釣れそうなやつに対しては、やりゴブとか、こう、なんだろう、コウモリを先に当てるんじゃなくて、ナイトとかで誘導してあげるからやることによってね、こうやってナイトプラスのっていう、このちょっと強い攻めの形が組めるんですね。そう。さあ、ここはボムタワー。で、バルーンに対しては、この位置、覚えてください、ボムタワー。この位置ですね。この位置が最善です。はい。ルート強制されててもよるし、この位置何がいいかって、見てもらえればわかるかな。なんですけど、ここは、どんなに、こう、相手の、こう、デリバリーとかで寄せなくても、タワーに入る前に、ボムタワーのバフ化がね、
マジでタワーに入るミリ寸前ですよ。ミリ寸前の前に絶対にボムタワーの爆破の方が先にバルーンに入るんですよ。だからボムタワーの爆破で死ぬ体力だったらバルーンが絶対に通らないんですね。なんでこの位置に絶対ボムタワーを置いてください。はい、って感じでね、これを意識すると割とバルーンも抑えれて、ラバルもね、あのこのナイトとか、まあウォールブレイカーで逆サイ攻撃したりナイトで後ろ釣ったりしてこう手札回してまたねこうヤリゴブとコウモリとかねこう対空を手札に寄せて、守今みたいにね守るか、まあ結構ギリギリだったんですけど、まあ、守ることができるんでね、皆さんぜひやってみてくださいということでね、なかなかね、ギリギリの、対決にはなりましたがね、あの20勝することができました。次はね、あのケンチャーカペッカ工場であの20勝したいと思うんでね、生放送も多分やると思います。なんでねぜひ、見てもらえればと思います。ってことで今日はこの辺で終わります。またね、勝率このさっき7位ぐらいまで見せたんでね、自分の肌に合うデッキをね見つけたらそれを使ってみてもいいのかなと思います。ということで今日はこれで終わります。また次の動画で会いましょう。バイバイ。